今日も謝罪する、じゃ謝罪する意味で申し訳ありませんでした、私の不適切な発言で皆様にご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした、心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。すみません。これでいいですか？いや、スーツ着て。もう以上、いやね、生放送ってね、まあ私は結構多い方なんだけど、やっぱり台本とかさ、文字でないんだよ、原稿みたいなのがね。だ自分では、ね、そういう意図で言ってるわけじゃないんだけど、なんかテンションが上がってる時とかさ、気が散漫になってる時とかね、結構私は多いんだよね、問題発言ペラッと言っちゃうね、喋っちゃダメなことを喋っちゃったりとかね、ありえない発言をしちゃったりとかさ、まあそれは何年やっててもその日のコンディションとかね、まあ原稿がないかな、だから一定のテンションで話せればいいんだけどね、そういうのってさ結構難しいよね。だからそういうのは気をつけるしかない、本当に。何回も何回もね、こういうことを繰り返してると、やっぱりみんなもね、ね、あれは、あいつはああいうやつだっていう印象がつくし、ね、信用ならねえとかね、そういう風になってきちゃうからさ、やっぱそういうね、信用を取り戻すことも大事だよねっていう。まあ時間かけてね、うちの枠を、ね、見てくれれば、ね、ちょっと時間かかりますけど、まあそういう感じだよね。私は子供好きだね。だから、もし子供を産める体だってバカバカ産むね。10匹ぐらい。もし女として生まれてんだったら、10人家族とか、そんぐらいになってたと思うよ。いや、逆に産みたいね。だって子供いっぱいいた方がいいじゃん。いや、お金はかかるよ。子供を産むのに、1匹3000万とかかかんねんね、今の時代ね。成人するまで3000万とか何千万ってお金かかるけど、後々帰ってくんじゃねえのみたいな。なんとかなるかなみたいなさ。いや、ネグレストになんないともうすごいいい子に育つと思うよ。私が育てればね。ねえ。いや、親っていうのになってみなきゃわかんなくない？だってさ。ね、経験がないことだから、親も子供と一緒に成長するんですよ。最初は子供と一緒なんだよね、親ってね。それで何人か自分で育て上げて、ね、失敗しながら、ね、成功しながらを繰り返して、こう一緒にね、大人になっていくって感じじゃん。名前つけて、女の子だったらうんこ。男だったらチンコ。じゃ昔いたんだよ、自分の子供にね、自分の子供に悪魔くんとかつけて大問題になったニュースがあったんだよ。すんげえさ、めちゃくちゃ揉めてね、それでね、悪魔くんっていうね、今だったらキラキラネームじゃん。今だったらいっぱいそうさ、変な名前とか多いでしょ、キラキラした名前さ、なんか読み方もわかんないような名前とかさ。ただ昔はそういうのはすっごいね、シビアになったんでね。女の子だったら何子ちゃん。ね、男の子だったら、ケンジとかタケシとかね、そういう名前がメジャーになったんだけどね。ケンジ君に殺されないように気をつけ、うちの彼氏がなんで殺すの？怖いんだけど。いや、うちの彼氏は、そういうの分かってると思うんだよ。だからリスナーさんだから、あれじゃないかね。もともとガチ恋から入ったわけじゃないんだよね。うちの彼氏って。いろんな配信者を見てて、その中の一人が私だったの。それで、この間のギガフェスで初めて会った時に、ああってお互いね、いいねと思って付き、まあ、その後に付き合ったんだけどね、会って。じゃあ私にガチ恋の人じゃないんだよ。たまたま出会っただけなんで、リス、普通のフラットなリスナーさんね。そう。
騙されてる。いや、騙すんだったらとことん騙してほしいよね。いや、別に私は騙されるの嫌じゃないかも。うん、別に騙される恋愛もありじゃないかなと思うけどね。その自分がね、騙されてるって傷つかないんだったら別にだ、こっちもね、騙されてるなりにうまーくね、進んでいけばいいし、ね、そういう恋愛の仕方もあるよね。騙す、騙されないって言うんだったの。うん。彼氏リスナーなのに、奈々ちゃんの手抜き配信は OK だね。めっちゃゲラゲラ笑ってるよ。え？今日の配信7、すっげえ面白かったって。ただ、料理配信と、なんだっけな、料理配信は嫌いみたい。月曜日は見ないって言ってる。男だから料理とかメイクしてるとことかね、そういうのは興味ないみたい。うん。で、好きなのは、なんかちょっとぶっ飛んだ外配信みたいな、なんかコスプレみたいのと、あと、なんだっけな。なんつってたっけな。なんか出会い系の配信も好きみたい。うん、男だからね。メンシプは入ってない。メンシプ入ってないけど、この間コメント欄にいてびっくりしちゃったね、私ね。ちょうど、なんかそういう話になってて、ね、彼氏の話になってて、もろさん、打つとさ、なんかそのコメント欄で止まるんだよ。タイミング悪いっていうかね、ピタッと止まったとこにコメントをしてくるわけよ。それね、私も放送中だからさ、知らぬ存ぜぬでやってんだけど、そう。普通にコメントしてくるからね。いや、それを私は普通に拾って話したりとかしてんだけど、顔がすごいにやけちゃったりとかね。ニヤニヤしてん、顔でわかると思うよ。あ、いるんだなっていうの。いや、見てると思うけどね。いや、桜大根食べてるね、女めっちゃ口臭かったの。マジ。小学校の時桜大根ばっか食べてる女がいて、すんげえ酸っぱい匂い。プーンってさ、もう、その女嫌いだったんだけど、マジで。そう。で、その女が鼻くそを食べてたんで、授業中にね。授業中にめっちゃ鼻くそ食べてて、酸っぱいし鼻くそも食うし、つってさ。本当、桜大根女だよ。汚いしよ。じゃ、チラッとさ、チラッと見たらさ、なんか隠してんの、こうやって。で、この女の子何やってんのかなと思って、じーっと見てたらさ、って鼻くそを食べてたの。それで友達にね、何々ちゃん鼻くそ食べてたんだよね、って言ったら、もうその日にクラス中にさ、知れ渡っちゃって、なんか私がいじめたみたいになっちゃってね。すごいね、女子に大ブーイングを受けたんで、私。ね、いじめんなとかさ。でも鼻くそめっちゃ食べてたし、みたいな。いや、自分の話じゃねえ。私は堂々と鼻くそ食べれるもん。普通に堂々と食べれるよ。隠しながら食べないからね。普通にこうやってやってペロンって食べちゃう。そんな隠しない、こそ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 食べない、食べるときはな。なんで食べんの？お腹空いてたんじゃない？やっぱ桜大根食べたし、なんか しょっぱさが欲しい子なんじゃないかな、体的に。自分に欲しいみたいな。塩分が好きな人なんだね。免疫力が上がるの、それね。じゃあみんなワクチン打たないで、鼻くそば食べれば免疫上がるんだ。くだらない話が。おいおと？最近はね、ガラスとか落ちてないんだよ。街が綺麗で、お掃除も行き渡ってんで、昔はガラス瓶とかさ、割れててね、足切ったりとかあったから。あ、痛い痛い痛い。痛い、こうボコボコで痛い。ここはちょっときついな。
金太郎かわいい、よく言われる。かわいい、かわいい、奈々ちゃんかわいい。でもさ、これすっぴんでもなんか可愛く見えてこない？すっぴんだけどめちゃくちゃ可愛く見えない、だんだんとキモいとか。これは私のスキルなんだけど、街に馴染んじゃうっていうの、あんまり変質者に見えないんだよ。だからうまくやってけんだよね、この街で、この街でうまくやってけるって。今年の夏のトレンドになっちゃう、ごめん。ちょっと待って、だあ、あ、赤い色になっちゃった。はあ、カラスもいる。なんかうんこみたいの踏んじゃった。本当？あらな。あら。カラス好きなんですか？カラス写真撮った。カラスじゃなくて、あ、お花、うん、あのよく育つでしょ、こういう。うん。育つ花を来年もやりたいな。この白いお花は何なんだろう。これ珍しいですよね。ねえ、お母さん撮ってるのかな。うん、いろんなのをね、自分で育てられそうなやつね。うん。でもここに育ってる。確かにね、あちこちにもある。ねえ。うん。はい、ごきげんようです。洗うとこあるんじゃない？あるある、大丈夫。いつもだかな、でも運がついたね。ありがとう。大丈夫かな。せーの、残った。はいはいはい、あー、ありがとう。学校行ってきて、はい、行ってきます。ありがとう。はい、頑張ってください。頑張ってください。助かった。頑張ってください。よし、よっしゃ。卓球で行く？うわ、すごい。こんなまた割りできるんだね。経験者じゃない？全然違います。やば。行こう。いいんすか？じゃ友達に行ってもらおうかな。卓球行ってくるんですよ。卓球、残った。怖い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 。こんなことやってるんですか。本当はね、昨日子供の日だったじゃん。はい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 。ちょっと具合、体調子悪くなっちゃって今日にしたんだよね。本当はこれ昨日やりたかったの、人が多いと。もう昨日暑かったし、ちょうどいいんじゃないですか。優しいね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ね。YouTube なんですか、これ。ツイキャスっていうね、生放送、知ってる？聞いたことあるっすね、見たことない。ライブ配信みたいな。みんなね、ありがとうって。あ、シールあるけどさ、これもらってってみんなに配ってるやつ。ありがとうございます。私、モンジョリって言いますよ。モンジョリっすか。モンジョリ。へぇー。あげる。かわいい。みんなに宣伝して。はい、わかりました。お母さんとかね。さっきよーい。残った。あ、痛い。意外と強い。ちょっと待って。意外と力強い、なんかスポーツやってた。さすが男。よし。こいやー。投げちゃっていい。投げちゃっていいよ、本当に。本気で来て。さっきは、残った。よし！あー、怖い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 。ちょっと待って。映ってた。いいっすか？もうここで終わりにするよ。でこの写真は後でツイートしとくんで。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なんで話して歩いてるの？子供だから。なんかめっちゃ言われてる。ちょっと恥ずかしい。もう終わります。
よいしょ。枝東の交番の方までお願いします。はい、何それ。今日ね、金太郎で。うん。子供主のあれね。そう、一日遅れちゃったんですよ、やるの。みんなこれ終わるね。いい、今日。びっくりしたよ。また明日。